インドアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。2億5190万2000年前から約2億5120万年前に当たる前期三条期前期である。前の期は後期ペルム期後期、チャンシンジアン、続区期,期は前期三条期後期のオレネキアン。模式地はインダス川盆地に位置する。 インドユアンという表記もあるほか、インダスキとも呼ばれる。インダスカイやインドアンガイという表記もあるが、カイトは時代を示すものではなく、地層に対して当てられる単位であり、創除名、カイト、地質時代名、キは、体を成す関係である。詳しくは、類題を参照のこと。日陰の数らずなのプレウロメアの幹の株かつては、西洋の創除学者らが、月大会という用語を使用していたが、 ロシアの創造学者が1956年に月大会をインドゥアン街とオレニキアン街に細分した。かつては前期、インドゥアンに相当する時代がカナダアクセルハイバーグ島北西部グリースボックに模式地を持つグリースバキアン期後期、インドゥアンと前期、オレニキアンに相当する時代がヒマラヤを模式地に持つナンマリアン期とされていた。また、インドアン期は非公式に グリーンスバキアンアーキとディーネリアンアーキに細分され、ナンマリアンキという語は現在では使用されていない。インドアンガイという名称は、パキスタンとインドのインダス地域にちなんで命名された。インドアンガイの規定、すなわち、下部三条形、三条形、中西界の規定は、このドントの種ヒンディアダスパルビスが最初に化石記録に出現する場所、あるいは PT 境界後のデルタ18ーチの、 不以上の終わりと定義されている。インドゥアン外の規定の国際標準模式相談面、及び地点は中華人民共和国の長考圏に位置する。インドゥアン期はフェルム期の末に発生した大量絶滅に続いた。生物多様性と群衆生態の多様性は、インドゥアン期を通して低いままであった。パンゲアの大部分には、生物が少なく、砂漠化し、高温、乾燥であった。 高緯度地域では、グリースバキアン秋の植物症は、ラッシュ植物が支配的であったが、ディーニリアン秋には、プレウロメアなどの日陰のカズらズなが、支配的になった。この変遷は、グリースバキアン秋の冷涼かつ乾燥した気候が、ディーニリアン秋には、温暖湿潤な気候へ、世界的に変化したことを反映し、そして、インドアン期に、ペルム期末のように絶滅事変が起きたことを意味する。 これによりペルムキのグロッソプテリスは絶滅し、インドアンガイに支配的な陸上動物のグループは、リストロサウルスカとプロテロスクスカのみである。アンモナイトや昆虫、獅子動物といった他の動物はインドアンガイでは珍しく、3000万年ほどのレンジで陸上生態系は発見されていない。インドアンキの海洋と大部分の淡水域は酸素に、乏しく、主にディーネリアン赤いにおいて顕著である。 海洋では、マイクロバヤライトの章がありふれており、これはおそらく大量絶滅の結果、増殖性の構成動物との競争がなかったためで、ある。マダガスカルから産出したシーラカンスのピベテアウや、ジョーキズナは、ペルム期末の大量絶滅からほとんど影響を受けて、おらず、多くの族は、インドアンキとオレネキアンキで、世界的な分布を示す。アガネランマや、 ワントゾサウルスなどワニのような姿をした分子イメの両生類はインドゥアンキとオレニギアンキには地理的に幅広く分布する。化石はグリーンランド、スピッツベルゲン島、パキスタン、マダガスカルで発見されている。2枚以外のクラライア族はパンサラスサ海とテチス海に広く分布、繁栄しインドゥアンガイから知られている。最古のカキであるリオストレア族もインドアンガイから知られ、 生きているアンモナイトの殻に付着して成長した。ありがとうございます。